東西南北僕北シャン。はい、ということで今日はですね、こちら 2.6 ホグです。はい、久しぶりのね、本若での方でね、26をちょっとね使っていこうかなと思ってね、最近サブ若をちょっとね2回連続ぐらいでやっちゃったんで、まあここらでね、本若の方をねやっていきたいと思います。はい、ちなみにちょっとねトロフィー高いのがちょっとねやばいんですけど、まあ大丈夫かなっていう、まあこの前とね多分変わってないと思うんですけど、多分この前と一緒かな、いやわかんない、いや一緒やと思います、知らんけどね。いや、まあクエコホグやって、まあクエコホグやったら次は2億かなみたいな感じでね、まあやっていこうかなっていう感じですね。はい、まあやっていきます。3戦か2戦でね、まあ、マッチング長かったら2戦っていうことで、まあそれいつものことなんですけど、まあ今で結構ねトロフィーが高いんでマッチング長いことはあるかもしれないですね。いやだから今7153じゃないですか、5352かなんかわかんないですけど、まあうわーゴゴティア、まあいやよろしく。ゴゴティー、オッケー。この人ね、あのオリジナルのバルーン使いっすね。で確かねトルネが入ってるんでそこだけ注意したいっすね。うん、どうしよっかな、とりあえずウッドで削ってあげて、てかバルーンちょっと久しぶりに当たるんで、ちょっとあれっすね、マジでなんか立ち回りが覚えてるかどうか。まあとりあえずバルーンとか行こうか、ハグ行こうか、とりあえずハグ行っといて、とりあえずね、なるほど。S できるんだ。今エレキいるからさ、俺キング起動できひんやんと思ったらできましたね、まさかの。そんなんできるやん、知らんかった。それもいきます。で回ってないんで、相手ねトルネ回ってないんで、ここでね、まあぶちこり刺していけたらなっていう感じで、よいしょ、まあ美味しいですね。ここでまあウッドかなみたいな、まあフレンドでね結構仲いいんでね、まあこんな感じエモーションが多いですけど、どうしようかなこれ。みたいな、とりあえず逆いくか、逆行って、まあ多分どうせ取れねえなんだよね。無理か、やばい、ウッドミスった、あーやばい、ウッドミスった、かわいいよ、ウッドがかわいそうなことになってる。ここはオッケー、危ない、マジで危ない。そうやってねエチエチなことすぐしてくるから、もうゴゴティーやマジで。で取れね切って、ザップ切ってリガー切って2枚、あと2枚切らないと回ってこないんで、ここはホグいきます。多分バルキーとか OK、 バルキーとそれで完封はできないと、鬱陶しいですね、非常に鬱陶しいですね。え待って、え嘘、マジでやっちゃった。え、ちょっとどうしよう、こっから。え、勝てる未来が見えないんだけど。あ、とりあえず削って、とりあえず削り入れといて。うわ、待って、どうしよう、こっから。なるよね、そうなるよね。とりあえず5で落としときの爆入るね、これ。入る？これ入らんくね？入らないっすね。まあできれば延命したいかなみたいなぐらいの気持ちで軽めに思っといてね。できたらいいなぐらいの。おっと。延命してきましたね、お相手さんも。うまい。待って、これどうしよう。5でいっか。5で。まあ。どうしよう、これ。ザップ期待嫌なんでね、できるだけ。どうしよう、こっからどうしよっかな、マジで。ちょっとマスケ出しといて、オッケー、絶対リガ来るんでね。よいしょ、頑張れ。ちょっとどっかでカウンター狙いたいですね、どっかでね。どうしよっかな。ずっとこの状態か、混戦状態みたいな。
的なノリでやっちゃっていきます。ファルチェってさ、ハイボってあれじゃ死なないよね多分。やめてやめてやめて、いいやめて、よっけオッケーオッケーオッケー。でここでこうかな。これが多分辛いんじゃね、相手からしたら。5連目で行くね、一発。なあ入らへん、ちょ待って、やばいやばいやばい、落ち着け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 、入らないぞここワンチャン。差し違いゲーミングの、オッケーオッケー。え、こ来たくね、行きたくね、これ来たくね。えい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 、よしよし、あぶねー、よかったマジで、怖えよマジで。もう1個目俺大砲見せた時さ、マジえ終わったくねと思って、ちょっと動画閉じようかなと思った。もうわーよかったマジで、よし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 、あぶねー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 、怖ーマジで、ほんとに怖えー。もうマジバルーン僕苦手なんですよね、ほんとにバルーン苦手なんで、やめてほしいですわ。よしもう一回いきますか。いや怖っ、いやー今のはちょっとね、めっちゃ無言になったかもしれないです。もしかすると全然喋ってなかったかもしれないですね。ちょっと集中したかもしれないです。いやマジでね、あっこからね、もったいねえね、完全に。しかも5もちょっと待てばよかったしね。まだまだっすね。いやー大砲ちょっとさ、あの真ん中の位置に大砲置くとさ、ちょっと遅れたらバルーン釣れない時あるよねあれ。いやーマジ、やっぱ寄せる方がいいんですかね。なんかジャックは、何キング起動する位置あるじゃないですか。あの位置にね、絶対普通にルート強制されてなくてもしてても置くらしいですね、ジャックを。それやるとディガーがね、ディガーね、ここら辺かな、置くとディガーのこの何削りにね対応できるからっていう理由でなんかここに出すらしいですね。僕はこの何ホグとか強い位置でやるんですけど、ジャックはなんか一マス右でやってるらしいですねって言ってました。まあまあ今はどうなんか分かんないですけどね。あーなるほど、これあれっすね、多分ロイジャイクさんっすね。 OK いける、あ OK 完璧っすね、もう完璧な完璧なスケルト。なるほど、こうやって絶対あれ打ってくるやん、ライトニング絶対打ってくると思うんだけど俺ですね。打ってきたんでこれもういっちゃいますかってことは、あえて多分ね、あトリトンや、あやばいトリトンや、悲しい。しかもウッドミスった、ウッドミスさせ、トリトンあんの忘れてた、バンバンと乗せられた相手に。トリトンあったらちょっと渋くないですか、どうなんですかね、トリトンあってどうなんですかね。とりあえずはっつけだけでね、これはね完封できるんで OK ですね。でオーブンか、オーブン立ててくるか、なるほどこれからか。じゃあマスキャワしといてあげて、まあライトニングまだね回ってないんで、まあ、回してきたらねやばいですけど相当ね。なるほど、とりあえず待って、この位置当たる、あー怖っ、ちょっとマジで怖え、マジで怖えわこれ。なんかスケとかで相手なんか抑えてきそうじゃないですかですね。やばいしょ、でここはアイゴーレで受けてあげて、どうしよっかな、これワンチャンさ、なんかここら辺にさスケ出したらさ、トリトンがさなんかこっち行ってくれへん、あー行くよね行くよね、やっぱ行くよね、なんかそんな気してた。で一発お届けするとでけえっすね、マジでけえ。相手ね、あのトリトンとオーブンうまい、それはうまい、それはうまい、それはうまいが、うまいが、しかしだが、しかしたかしたかし、あートリトンが強え、トリトンが強え、トリトンが結局強えみたいなとこある。それはやられた、起用してきたか相手。でもめっちゃ入ったくね、けどめっちゃ入ったくね、いけマスケシュパ、なるほど、とりあえずマスケか合わすか、合わすけどもみたいな。これさホグいったらどうなる、あれ取れたの切ったよね、これで回ってきたんか、で溜めて溜めてドッパーンってくるから OK、 なるほどね、ここを起用するか、ちょっと
待って、ロイジャーのダメージが、HP が見えへんかった。わ、待って、やばくね、強しすぎたくね、俺。やばくね、強しすぎたね、これ。絶対。絶対強しすぎたね、俺。やばい、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 やばい。非常におまじい。非常におまじいっすね、これ。非常におまじくないっすか、これ。やばい、相手削りに来てる。え、ワンチャン？あー、トリトンが。え、待って、え、待って、いつの間にか、あ、いつの間にか、なんか、うっとけんなやつ。あ、え、嘘？え、あー、負けたな、これ。はぁ。うわぁ、なんか途中よかったのにな。なんで負けたんやろ？なんで負けたんやろ？あ、あっこのあれか。あっこのなんか、大砲置かずに、なんかマスキーで受けようとしたところか。あれ普通に大砲置くべきかな。普通に大砲置くべきやったか、あれ。いや、普通に大砲置けばよかったな。アイドルライトリン切った後やってくるね。あ、大砲置くべきでしたね、あっこ。下手になんかマスキーで、なんかカウンターしようとしてしくじりましたね。ほんで普通に大砲置いておいたらダメージ抑えれて。うわぁ。しかもね、なんかね、残り何秒とかのやつで、ロイジャーの HP が見えなかったんですよ。いや、マジね、あるじゃないですか、なんか、残り何秒とかさ、サドンデスタイムとかで、ピュッて出てきてさ、あれで見えへんっていう。いやマジで。くそ、今、勝てたな普通に。普通に勝てたと思いますね。だって、ミスったな普通に。勝てましたね、今の絶対。良くないね、今の。まあ、いっか。次、気を取り直していきますか。いや、なんか、あんなロイジャー初めて当たりましたね、26で。26であんなロイジャー初めて当たりました。てか、なんならね、本赤で今シーズン26使ってないんで、多分ほぼほぼね。だから、最新のデッキに追いついていけてないっていうあれがあります。はい。まあ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 。次、アイスピーなんで、まあ、ここはちょっと手札回しかな。何でできた？あ、プリンか。オッケー。5打っといて。たまにね、こうやって5プリンに5打つじゃなくて、ポンプとかパッて出てきてね、おーみたいな。マスケとか出てきてね、おーなーなーなーみたいになるんでね。あんま打ちたくないんですけど、できる。なるほど。まあ、これがね、最小限に抑えられる方法っすね。まあ、今のちょっとね、しょうがないっすね。でも、手札的に。どうしようもなかったんで、まあ、ウッド流しとくか、一応ね、暇なんで。あえてインフェかな。インフェパティンか。なるほど。まあまあまあ、大砲使うか。マスケやとね、多分ね、このインフェやれるんで、まあ大砲かなっていう感じで、今のはね、迷ったけどね。まあ、ここに置いとくとね、何やったっけ、あれが楽なんでね、めっちゃ。何やったっけ、バレルの処理が。出してこないな、なかなか。これロケット撃ってくるかな。あー、撃ってきた。うまいうまいね、ロケット撃ってきたね。で、ここでギャングか。やられましたね。いやー、これはやられた。これ前プリきそうじゃね。てかめっちゃ髪の毛が残って撃ってほしいんだけど。うん、ユキ前プリきそう。めっちゃ来そう。嫌なんで、とりあえず先にね、出しとくことによって。どうせね、溢れて、ケツから出すんやったらね、もう最初出しといたらいいと思います。枯渇か、ちょっと枯渇きつくないですか？どうすか？枯渇きついっすよね。なるほど。相手もね、うまい方ですね。ちゃんとずらしてきましたね。なんかめっちゃずらしてきない？この人。めっちゃずらし好きじゃない？なんか。ここは右行こうか。インフェか。なるほど。これもう打っとうか。なんか前プリきそうやけど。めっちゃなんかずらしてくるね、この人。めっちゃずらしタイプじゃないですか。なんかここを飛ばしてもいいんですけど、多分ギャングとかで受けてきそうなんで。ですね。やっぱり。よいしょ。よいしょ。よいしょ。でけえ。マジでけえ。
はい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 。まあね、待って、バレル来てた。うわ、やばいやばいやばい。全然バレル見えてなかった、今。で、こっからやると多分前振り来るんでね。来なかった。なるほど。でも、そのマスケはこれで処理してあげて。うまいっすね、この方。うまいな。ファイブが当たんない位置に出してきてる、ちゃんと。これ待つべきよな、多分。待たないと、だってロケット撃たれるよな、絶対。これ行ったくね、これ行ったよね、絶対行ったよね、これ。よいしょ、一発お届けしない。なんでなんでなんでお届けしないの。うん、耐えて耐えて、お願い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 。でロケット撃たれるんか、これに。これロケット撃たれるか、出てこないですね。まあ、一応ね、ワンチャン入ればいいなぐらいの気持ちで。ワンチャン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 入れてや。なんで入れてくれへんの、なんで。なん、またずれてる。オッケー、うーん、削りかな、正直。言えるというよりかは削りみたいな的なノリでやっていき、生かしていただきたいと思います。で、多分プリンが来るんですよね。ですね、ずれてるよね。 OK、 それは相手やったくね。なあ、耐えるね、お兄さん耐えるね、めっちゃ。いや、鬱陶しい。なんでお前来んね、こっち。いけ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 、俺の助でけえ、マジででけえ。で、削るじゃないですか。しかもこれずれてるんでね。よっ。おっ。やばって、どうしよう、これ。ウッドから切るか。ウッド2周でいく。ウッド2周でいこう。やばい、これ。え、待って、やばい、やばい。よっしゃよっしゃ、こかついかねだ。オッケー、でけえ、マジでよかった、マジで怖かった。トロトロもらえる、トロが渋すぎる、マジで。うわー、やべえ、負けちゃった。これのせいで7人いけへんかった。これちょっと変わって7人いきますか。うわー、ちょっと待って、うん、やっぱちょっとね、最近久しぶりのちょっとね、本枠での入力マルチなんで、ちょっとね、無言になっちゃいますね、なんか。やべえ、楽しいけど、楽しいけど、やべえ。もうドキドキしちゃう、マジで。楽しいけどね。ああいう試合になるとね。まあなんか、枯渇やっぱきついっすよね、インフェ枯渇って。でもなんかね、僕、インフェ枯渇使ってて、26ね、意外とこっちもきついみたいな思っちゃうんですよね。まあ。勝てる、大体のやつは勝てるんですけど、ルカスには負けましたね。めちゃくちゃうまかったですね、マジで。立ち回りがうまかったですね、めっちゃ。あー、縦線ってことはなんかラバっぽいですね。ラバかもロイジャイかみたいな。今縦線入ってるデッキって僕のやつか。めっちゃラバやん、めっちゃラバ言うてますやん、顔が。あ、ワンチャンジャイもあるよね。あ、あ、はい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 、あれや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 、フリーズや、フリーズフリーズフリーズや、確か確かフリーズ確かフリーズ確かフリーズ出た出た、こうやってこうやってね、これもうしてくるんさ、もうもう怒るよ、もうお兄さん怒る。ちょっと待って、もうめっちゃきちい。え、でもこれさ、もう相手絶対やりすぎないよ、絶対相手やりすぎないよ、これ絶対相手やりすぎない。縦線で多分受けてくると思うけど、あー、くそ、ウッド間に合わねえ。まあ、一発届ければ OK。 うわー、今のランバーちょっとやられましたね、普通に。狙われたか、甘いか。さすがにね、そんなランバーしてこんと思ったんやけどね、そこでフリーズ打つみたいな。やられましたね、めっちゃ削られたね。あー、よくなかったか。もうちょいちゃんとスケこの位置にするべきでしたね、踏んじゃ。どうしようかな。下手にね、これね、あれ避けないんですよ、2倍入ってないんでね。あの、何やったっけ、あいつを、あいつ、あいつで分かってくれ、みんな。マスケや、マスケ。おー、避けないんですよね、これ、このデッキ。
いやーもうめっちゃ足り、まあ右ならいいか、左生きても KO すればいいだけなんで OK です。うん、痛い、その一発でいけ、マジででかい。振り来たら嫌なんで飛ばしといてあげて守らせるとでね、はいはいはい OK、 一発入った。あえて雪玉切ったよね、さっきだから入ったんか。これもうマスケから切ってあげて左来たらキングキドしようか。多分手札的にできるんだよね。いける、多分いける、多分いける、いける、いけるね、はい、いけるわ。よしよしよし、キングキド、まあ、ここまではいいんや、ここまでは順調、順調だよ。 OK、 キングキドでしょ。 OK、 で次のバルーンが怖えんだよ、めっちゃ次のバルーンがめっちゃ怖え。てか必死に回してます今。左来たらたこれでいきます。 OKOKOK でね、何が大事ってね、このね守りながら攻めることが大事なんですよね。コグフリを OK、 多分これ入らないかな、無視しても。えーうえー、マジでマジで、それ話がちげえよマジで、それは話がちげえけど、まあこれはねもう折れるかなっていう感じで。オッケーオッケーオッケー、フリーズってきてくれたらもう相手は終わりです、終わりです。あいーよいしょ、よーし、うえ気持ちいい。まあこれさ、昔の俺知ってる人やったらわかると思うんですけど、昔僕このバルンバルフリのデッキをツイッターで載せたんですよ。めっちゃバズってね、めっちゃバズって、なんか固定ツイートにしてた、見覚えある人いません？なんかこのデッキ覚えてないですか皆さん。このデッキ昔僕ツイートしたんですよね、なんか YouTube 始め前ツイッターよく動画流してたんですけど、まあ分かる人には分かるみたいな感じですね。よかった、久しぶりに入力で勝ったの気持ちいいですね。しかも7人いけたんでちょっと良きっすね。まあちょっとこれに負けたんちょっと悔しいんですけど、まあ初めて当たったんで、ね、ちょっと立ち回りが分かんなかったっていう感じですね。まあそこはちょっとね、まあ今後勉強していこうかなっていう感じで、はい、ということでいいっすね。まあ一応スクショしておくか。まあいいなんでね。OK! とりあえず今日はね、2.65 はここまでにしときたいと思います。はい、ということで、この動画が良かったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということでお疲れ様でした。